習参加してたと思うんですけど、その時にやっぱこの選手攻めてセルうまいなって思った選手は誰、その中でもトップは誰、一番は回転かかってても止まれてるじゃん、回転もこれあこれこれもキャーですよ、でも自分感覚的に止まったって思ったもんね、いまだにこんだけそのジュニアから練習してもでまだこの上のレベルがあるって感じ、もうはいやればやるほどうまくない、余裕がないです、余裕がないか、だからもう風間さんがフロントアリ来て止めるけるの概念を変えてくれたっていうか、上手くなってあんまりうまくならないんですよ、でも一人でできる練習とかある、止める蹴るを上達するために自主練の時とか一人の時あるじゃん、こういう回転かかってくるボール来たりするじゃん、はい、そういう時もピタッて止めないといけない、止めれる、止めてから蹴るまでの間間を短くした方がいいの、はもちろん、はい、うん、それは練習中でも意識して突き詰めてどんどん止めてから蹴るまでのスピードを高めていく、そうですね、今ダイト現状である程度止めて蹴るうまいじゃん、止めてから蹴る間今よりももっと高いレベルに持っていける。そうですね。まだ上がある。上限ないです。上限ない。技術に。そっか。技術の限界ない。止めてからボール蹴るまでの間のスピードももっとレベルアップしていける。全然ある。本当に意識だけで。ただ止めてゆっくりしてダラダラ蹴ってたら上手くならないもんね。だから意識で言ったら、うん、これを止まったって言ったらもうその自分の中でも止まってないじゃない。これを止まってないって思えばまだ先があるじゃないですか。成長できるじゃない。うん、うん、自分で限界を決めないってことが大事かな、なるほどね、これは大学の練習でも練習メニューにあったりするの、それとも自主練でやってる感じなの、友達で背面パスっていうのはあんまないですね、うん、自主練でやる感じ、自主練でそうですね、友達と近く作って、うん、そういう練習したりチームの練習ってなると、うん、さっき言った4つマーカーを置いて、うん、外してかけるっていう、それが多いんだ、さっきの背面パス自主練でやるっていうのは練習前にやるの、それとも後にやる、どっちもっすよ、どっちも、はい、意識して練習すると背面パスだけ疲れるよね、疲れますね、意識してやるとね、はい、意識しないでダラダラやっても疲れ方違うもん、ね、そうですね、うまくならなくて1個の指標として背面パス2人でやっててすごい疲れてるなと思ったらいい練習できてる、ね、っていうことかな、はい、ちょっと息上がります、それは足を引く感じ、クッションですね、はい、クッション、こうやって壁にするっていうよりは、うん、ちょっとクッションちょっと感じます、はい、後ろに足引く感じ、そうですね、衝撃を吸収する、うん、吸収するって感じ、一回壁にしてもらっていい、はい、壁にするとさ、サッカー少年が公園とかでやる壁当てになっちゃうもんね、そうですね、こう弾いちゃうもんね、だから、うん、来たボールの衝撃を吸収するって吸収するためにちょっと、うん、引く、うん、まあ、壁にするんじゃなくて吸収してあげる、大事です、なるほど、これも上限がなくて、早ければ早いほど、そうだよね、練習の中では極限の状態で練習した方がいいのかな、そうですね、その、はい、パススピードだったらもうすごい速いボールを意識して出してた方がいいの、速いパス意識した方がいい、遅いパスでやっても本当に、うん、失敗してもいいから、もうすごい速いパスお互い出し合いながら練習した方がいいから、ある程度止まるようになってきたら段階踏んでった方がいい、いや少しずつボールスピード速めてった方がいい、いきなりっていうよりは、いきなり猛スピードでやるっていうよりは徐々にスピードを上げて、はい、できるようになってからだん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 上げていくっていうのが、はい、なるほどね、意外とさ、対面パスって簡単そうだからおろそかにしがちっていうか、はい、こんなのできるでしょみたいな感じでなんかやんない子もいると思うんだけど、絶対その練習の前とか後に取り入れてあげた方がいいよね、ちゃんとやった方がいい、いや、いいよね、それはもうどのカテゴリー、年代関係なく小学生から大人までやった方がいい、そうですね、大人だからもうやんなくていいとかないんだ、全然、はい、大人でも上手くなる、そうだよね、フロンターレでさえ毎回やってるもんね、練習でね、場合によってはさ、こういう回転かかってくるボール来たりするじゃん、はい、そういう時もピタッて止めないといけない、止めれる、どうこうこういう回転が来たボール、ほんとそれは難しい、あ、難しい、難しい、回転かかってるボールは止め方とかない、例えば極端なね、左回転のこういうボールが来た時にこう止めるとか特にない、普通な感じで止めちゃう、いつもの感じで止めちゃうと、うん、止まらないじゃないですか、うん、だから、うん、逆回転かけるように止めるとか工夫をしないと、うん、止まらない、回転かかってきたボールが来た場合の止め方っていうのはここですぐ言語化できるものではない、できるものじゃないですね、もう感覚的な部分が多い、ね、はい、ボールの強さによっても、うん、止め方変わるんで、強ければ強いほどちゃんと
吸収してあげないと止まんないし、逆に弱いボールだったら、ね、弱いボールで引きすぎたらこっち行っちゃうし、だからボールの強さによっても自分の感覚になるんですけど、軸足なんですけど、かかとつけるっていうよりはかかとちょっと浮かして、前傾姿勢まではいかないですけど、かかとちょっと浮かした方が自分は止めやすいです、トラップの時、はい、かかとついてるライトの場合はどうなっちゃうっていうか、なんで良くないの、後傾姿勢になっちゃうっていう、そういうこと、受けちゃうんで、だからちょっと浮かして、自然な感じで、前傾姿勢までいかないですけど、ちょっとかかと浮かすっていうのが大事かなって。アウトサイドで止めたりとかもしない、あんまり試合中、試合中します、あ、する、だけどこの止めてくる対面パスの時はインサイドで止めるってことで、はい、特にアウトサイドで止める練習とかもしないよね、インサイド四角形の練習はアウトサイドで止める、あ、止める練習する、来たボールを、これで止めて倒して出すとか、あ、そういうことするんだ、そうです、アウトサイドで止める、スパイクによってもトラップの仕方とか変わってきたりするの、そうですね、自分このスパイク止めやすいですけど、ここの分厚さとかクッション性とかにもよって止め方違うし、どこの分厚さ、ここっすね、ここの分厚さとかにもよって変わるし、なるほどね、革のスパイクだったり、人工革のスパイクによっても違うし、スパイクによっても止め方変えてます、止め方変えてるんだ、革の方がいいの、ダイトの場合は、そのそうですね、このスパイクめっちゃいいっす、それはアシックス、アシックス、人工のスパイクあると思う、そういうのだと止めづらい、自分はそうですね、止めづらいってよりこのスパイクが止めやすいっていう、なるべく足に馴染むような自分の足の形になるようなスパイクの方がいいってこと、 そうですね、それが天然の革のスパイク、一人でできる練習とかある、止める蹴るを上達するために自主練の時とか一人の時あるじゃん、壁があったら壁当てが一番ですけど、入ってくるんでボールの、壁がなかったら、インサイドリフティングとかちゃんと当てるっていう、それは無回転の方がいいの、そうですね、はい、無回転のインサイドリフティング、そうです、ボールの中心を蹴る感じ、ボールの中心捉えて無回転で真上に上げるっていう、真上に上げる、そしたらちゃんと当たるようになって、ボールもちゃんと止まるようになるし、その時のさ、スパイクの当てる位置って足のどの辺かな、インサイドリフティングは、本当トラップする場所と同じでここっす、あ、一緒、はい、そっちの方が、トラップに繋がりやすい、なるほどね、はい、今のは、今のちょっと遠かった、まだまだ全然止まったと思ったことないです、まあ、もうだから言っちゃえばもう切れないっていう、ねえ、切れないよね、そう、でもそれがいいんだよね、それがいい、上手くなれるもんね、そう考えたら楽しくない、楽しいです、毎日上手くなれるから、そうですね、ね、この対面パスって実感できるじゃないですか、あ、止まったっていう、変化、ね、あ、そうです、変化実感、嬉しいもんね、止まったらね、グランドの湿度感によって止め方、人工芝と天然芝だったらトラップの仕方も多少は変わってくる、変わりますね、乾いてるか濡れてるかによって変わる、簡単に言うと天然芝と人工芝だったらどう変わるの、トラップの仕方だったり、天然芝止めやすい、それはなんで、芝が立ってるじゃないですか、天然芝って、ちょっとボール浮いた状態になってるんで止めやすい、立ってる、確かに、ダイトが言うボールを置く感じっていうのが天然芝だとやりやすいって感じだよね、人工芝だと、人工芝だと芝が寝ちゃってるグラウンド、もうちょっと寝てるんですけど、ここだと止めても動いちゃう、天然芝で止まってたボールがどんどん動いちゃう、天然芝の感覚で人工芝でやると動いちゃう、より意識しないと、だから変な話、天然芝で非常にちょんちょんって止まる、ってことはさ、練習する環境としては人工芝の方がいいのかな、止める蹴るの面だけを見ると人工芝の難しいわけじゃない、芝が人工芝寝てるから、はい、っていう面では人工芝の方どんどん上手くなれるかな、立ってる人工芝もちょっと結構作られてからいいんですかって、今このグラウンドは芝寝てるわけじゃん、止める蹴る練習するには最適っていうか、ね、いいグラウンドだよ ね、練習するには上手くなるには上手くなれるよね、土だとどうなの、クレーのグラウンド土は難しい、難しい、難しい、一番難しい、人工芝、天然芝よりももちろん土が難しい、土難しい、ボコボコじゃないですか、だからパスも浮いてるし、置くっていう意識しても動いちゃうじゃないですか、転がりやすいから、土の方がいい、いやどうなんだろうね、難しいよね、難しいっすね、だから、土で止まるようになったら本物です、なるほどね、結構日本って土のグラウンド多いじゃん、その小学校のグラウンドとか、サッカー少年たちがいい環境で止める蹴るの練習できるってことだよね、そうですね、今人工芝でやってますけど、土とかでやってドリブルとか上手くなったら人工芝でやりやすい、やりやすい、そうだよね、はい、別に土で練習してるからって言って練習にならないとか、まあ、土最悪だみたいな、土のグラウンド嫌なとかって思う必要はないってことだよね、逆ですね、逆だよね、土の方が上手くない、そうだよね、考え方だよね、そうです、対面パスで相手が相手に蹴ってもらってトラップとかやってた、こういう遊び的なのでやってました、やってた、だからめっちゃ強いボール出して、それをいかに止められるかっていう、なるほどね、ミスった方が負けです、これめっちゃ跳ねたり、
どっか行っちゃったら負けみたいな。なるほど。仲間と遊びでやるのいいよね。遊び半分。楽しみながら上手くなれるから。ああ、遠いですね。遠い。遠いか。いや、どうなのかなって。いや、俺はさ、こっちから見てわかんないからさ、完璧なのないっすよ。そっかそっか。あー、今回転かかってましたね。あー、そっか、回転かかって止まったらダメなんだ。ダメっすね。あー、そっかそっか。で、止まってるって言われる。これもちょっと今回転かかってたね。そうだよね。これも今バック回転かかってた。そうだよね。こうなっていけば、試合中ね、見せなくなるよね。そうですね、見せ、ね、してれば、ね、だからもう、感覚が変わるっていうか、うん、ちゃんと止まるようになれば、うん、相手来てても、うん、ピタッと止まれば、それをプレッシャーに感じないっていう。フロンターレのユーソン時代に、チーム練習参加してたと思うんだけど、その時に、やっぱこの選手、止めて蹴るうまいなっていう思った選手は誰？やっぱり田中碧選手。田中碧選手だったり、もう基準が違かった。その中でもトップは誰？トップはそのライトの印象でいいよ。うわ、この人は一番うまいなみたいな、まあ、トップレベルなわけじゃん。その中でも、まあ、この人ズバ抜けてんなみたいな選手か。大島亮太選手。田中碧選手。やっぱり中盤の選手は、うん、特にそれは褒めるけれどうまかった。違う、はい、YouTube とか見ててもそうだと思う。ユースのフロンターレ内部の選手から見ても生で見てもうまいんだ。